皆さんいいですか。息継ぎの時大切なのは手のひらの向きです。高梨さん、右手を前に伸ばしてください。どうです？ちょっと痛いです。痛かったら痛くないような体勢をとってください。あ、落ちた。力を抜いて。渡しして。今の泳げましたよね。うん。もし僕が溺れたらどうなりますか。私が助けます。水の中に入りましょう。あ、手洗うの忘れた。高梨さん、自分のタイミングで入りますから。高梨、子供みたいなこと言わない。僕の水への恐怖心は切実なんですよ。ブルースリーみたいな顔してる。泳いでいて何か思い出した。怖いんです、思い出すのが。悲しい時は。僕は父親失格だ。全部諦めて生きていくんですか。トモヤ、前にも後ろにも行けないなら上に進むしかないでしょ。今度はちゃんと守りたいんやな。これは泳げない男と泳ぐことしかできない女の希望と再生の物語。私が必ず泳げるようにします。生きなくちゃ。泳げません。もう僕は後ろ向きでは行きたくない。